津波が宮城県ですとありまして、でうちは大丈夫だったんですけど、普段拾ってる場所がみんな津波に覆われてしまいまして、で、まあ、結果的にはその被災物というか津波で流されたものをこう復元するというのを、まあ、震災後ですとそういうことを多くやってまして、これはもう最初に十何年前にこう再生っていうのをこうやり始めた時からまあ続いてるんですけど、普通の捜索ですとやはり材料をこう、まあ、作家の道具にしてしまうというか、まあ、単純にこう切り刻んで自分の作りたいものに変身させるのに都合がいいものとして見てしまうだけなんですが、修復とか再生ですとあんまり作家のその意思は働かずに、そのものの、そのもともと持っているはずのその姿を、まあ、こう寄り添いながら引き出していくっていう兼ね合いがありまして、自分以外のものに割と見過ごされるものなんですけども、自分以外のものにこう寄り添っていって、小さい声を、聞いてこう、普段聞き取れない声を引き出してやるというようなニュアンスがありまして、あとその古い過去の、まあ、イギリスに来て特に思いましたけど、過去のものを非常に大切にして、新しいものとこうドッキングして、なんでしょうかね、全く新しい現在をなんか作ってるような、全ての建物がそうですし思うんですけども、まあ、日本も震災で全部新しく元には戻せないんですけども、失ったものをこう忘れずに、その過去を忘れずに、それをこう踏まえながら、まあ、その傷跡を背負いつつですね、新しいものとこう一緒に共存させながら、復元、まあ、町自体がそうなんですけど、復元していかなければいけないのかなと思ってまして、まあ、津波云々じゃなくて、その古いものとか失ったものとこうどう向き合って新しく生きていくかなというところで、まあ、広がりを持って見ていただければという思ってますが、